今回ですけども、前回僕が9万7000円ぐらいガラガラを回したんですよね。その時の景品全てを開封していこうかなと思います。まず10万ぐらい使って確定でゲットしたこのラストワンのお嬢様10点、これが大体販売で2万7000ぐらいでしたね、トレカルで。だから、まあ3万ぐらいだから、残り6万ぐらい出れば販売でもう全然買ったと言っても過言じゃないんですよね。でスカーレットに関してはワンボックス1パック抜かれたワンボックスがあるんで、でも SR はほぼ確定してるんですよ。これやばないですか、1パックだけ抜かれて。すごい。そう、1パックない、1パックだけない。だこれも熱いし、あとこれ全部オリパイ、これとこれ、おおやばいやばい、これなんかなかなかの数なんですよ。ちょっと名人、はい、お前査定すらあかんやろ。はい。お前しこらんやろ査定するやつ。あの査定人呼んできました。査定人、いやいや、これ大事大事、査定人ね。うん、これ大事ですからね、査定人。一旦査定人にこの4等とかのカード、あ、それで4等、ちょっとこれ一回ちょっと調べとってもらいます。じゃあ開封していきますよ。さっきじゃあこのめっちゃ多いやつからいこうかな。もうこれもう、あ、多分これ価値ないんちゃうかな、もうありすぎて。何が言ったの、 見ますね。いきます。おお、 CHR 怪しし、見たことないな。うん、だからほうほう、もうなんかほんまに数百円なんかな、これも。うん、ついても100円とかじゃん。でもこの数あるからさ、確かに数はすごい、ね、数すごいで、これミロカロス、うん、この辺どれぐらいの価値なの。もうこれ持っていかないわからんかもな。もうほんまに50円とか100円でって可能性もあるから。でもこれこんだけ積み重ねれば100円でもそこそこになるけどな。結構の数あるぞこれ、ほらやばくない、この数。確かに、でも結構やっぱダブっとうから、うん、同じようなカードがありますね、ずっとね。でも当たりとかおらんのちゃうかな、この中に全部一緒の感じやな。あ、確かに、うん、これ当たりなさそうやな、この中には。人気キャラおらへんな、そもそも多分おらんやろな、うん、ピカチュウとかミミッキーとかね、うん、そういうなんか色カロスめっちゃ多いって、うん、多分当たりって当たり入ってないんちゃうかな、この中に。入っとったすごいじゃんな、これなんか一応見ますけど、まあこんだけあるんで、せっかく買ったんで。その CHR 自体がそんな価値ついてない。1枚だけ名人調べてもらっとく。なんか1枚だけ見て、1枚だけ調べてもらって、大体それと同じだと思うんで、の値段は。まあ、ちょっとなんかちょっと高そうなやつ出たらそれ調べてもらいます。なんか結構絶妙なポケモンしか出てこんな、うん、なんかこう人気なさそうな、絶妙におってなるやつないもん、うん、またにおるで。でもこれ、あ、ほんまや。ちょっとこのロズレイドだけ調べてもらいますか、じゃあこれ名人に。まあ多分値段つかないそうですね、これね、こんだけあるとはいえども。販売するってなったら50円とか100円なのかもしれないけど、買い取りになったら多分もうこれもうほんと10円とかじゃないですかね、わかんないですけど。数多すぎるわ、多すぎるわな、どんどんもう飽きてきたな。だってなんかもう可能性は感じへんよ。そう当たらへんもん、どうせこれ。もういいか、これウィンディで。おお、かっこいい。なんかこうワクワクがないねん、この俺も数々オリパやっとうけど、これいいわ、このオリパ。まあ後でちょっとこれカメラ回ってんのやっときます。これ多分どうせ当たんないと思うんで、もしそれで当たった時は動画にします。こっちしましょう、この紫の方。これはこれはなんか SR やって気がするんでしょ、これ。ああ、ちょっと上がるんや。だワンチャンあるんちゃうかなっていう。どんな感じ。あ、ちょ、 AR やこれ。あ、 AR か。 AR やとあかんな多分これ。うん、アートレアなんで、うん、これも多分うん、そんなにやな。もしこの数あってそれ高かったらおかしいもんな。おかしい。うん、でこれちょっともうここはもう多分なんもないっすね、これ。内ゾーンやな。内ゾーンですね、これ。これはもう無視しましょう、ここは。まあ、本番いきましょう。じゃあこれここから無視して、その後日撮影に持っていかせてもらいます。でも多分もうまとめて売ることになると思います、この辺は。で問題ここなんですよ、こっから。これは大当たりに有利が入ってるんですよね。ああ、はいはい、そう。で有利が大体今3万とか買い取りで、結構な当たりなんですよこれ。欲しいな、有利。そう、あとアセロラにオカンも確かこれ入ってますね。それがもし当たれば超大当たり。多分4パックしかないんでね、これ。めっちゃむずい。まあいっちゃいましょうか、先。多分もう当たんないと思うんだ、多分どうせこれで当たった時ほんま引くけどな、ほんま運良すぎて。おお、光っとる、悪エネルギーが光って。メッソン、かわいい。おお、アセロニオカンや。くした、アセロニオカン、さないと。ああ、このニンフィアなんか懐かしいな、いっぱい見たわこれ。オリパ開封しとったら出てくるやつやな。はい、1パック目終わり。うわ、アセロニオカン欲しいな。 SR 怖い。光っとるは基本エネルギー。やばいやばいやばい、え、レッグイズブマックス。あー、トリプルやな。そんなにか、一撃裏押す。うん、よし。さすがにね、当たっちゃってやばいっすから、これ。来い。
インテレオンヘルガー、あーザマゼンタ、あー CHR ジュペッタ、あそんな甘くはないか。でラスト、え取れな、えもうちょい取れな、ちゃうか、あーちゃかったか、あなかった、 SR 出なかったっす。じゃあこれをまあまた後日持っていきます。そしてじゃあラストですね、まあ、このスカーレットですか。もうこれに関してはもうただワンボックス開封みたいなもう話なんで。で俺まだ会ったことないサーナイト の、 あのスペシャルアート会ったいんですよ。かっこいいもんなあれ、うん、それが確か2万ぐらいで今するんですよね確か。あとコライドンのスペシャルアートも持ってないんで、その辺はちょっと会ったいなっていう感じをしてます。あそれかボタン SR ね、あそうや、なんかなんだかの会ってないカード多いから俺。では1枠目いきます。ワルビルからスタート、ハギシディ、カルボー、ヘイラッシャー、レア、よし。俺が1パックね一番目のやつ抜いたんですけど、そこがもし SR やったとしたらめちゃくちゃ運悪いわこれまあさすがに大丈夫だと思うけど、それはやばい、うん、さすがにそれはないと思うけど。いやボタン来てほしいな、ボタン持ってないし欲しいや、やっぱ女の子やし、ツートンやしない、うん、女の子やからな、確保しとったよな、グレーンアルモ、かっこいい、うん、強そうやな子供ポケモン、めっちゃ純で手伝うだけ。これさ、これいや普通に野生のやつやった、まあ、そうなのなし。おーおーしょ、オートレアのキルリア、一瞬サーラーかと思った、うん、一瞬サーさんかと思ったけどなかったな。サーさん来てほしいけどな、あの絵結構かわいいんやな、見たことあるけど俺ないな。よし、マジでスペシャルだと出えへんからな、めっちゃええけどね、ほんまに確実いく、うん、頼むわマジで。なしか、うん、でもこれバイオレットやって持ってよかったな、まあ、私ミモザミモザ狙いとったからな、ね。おお、ブロロロン出た名人、はい、え高い方だった、アロマ、アロマどれぐらい、まあ、高いって言っても、うん、まあ、メルカリの2時間前で3900円で売ってるんです。おお、まあ、4000円ぐらいそこそこ、おおギャラときた、そこそこやな、まあまあって感じ、ちょっと若干価値つくやつラインだよな、丸い大台、おお、それはメルカリで2500円で売れてました。へえ、大台ル悪い、古いカードやからとこか、切れるやん、うん、まあその辺はちょっとまあじゃあ価値がつけてみたいですね、4等あたりが。おお、え SR、 うわ偉大な牙普通に出てきたやん、ドンファンみたいなやつ、ドンファン、これどうなんや、ちょっと微妙っぽいな、いや微妙じゃないこれ、まあでもまだアートレア、スペシャルアートレアがあるんでね、それを狙います俺は。来てくれスペシャル来いや、ワンチャンあるからな、うん、そうなんか連続で引くみたいな奇跡、奇跡ってあるかな、SR が偉大な牙か、ちょっと辛いとこやな、いや辛いな、うん、もうちょっと欲しかったな別のやつが。おん、ガケガニ、でもコライドンでもいいんやけど俺、かっこいいなコライドン、てかボタンもスペシャルアートおるよな確か、あおるんや、おるやろ確か、そのなんかサーナイト、ボタン、コライドンあたりがめちゃくちゃ俺としては狙いたいな、どこ来てもいいけどな今やったら、こうかな、さすがになんか俺バイオレットに恵まれてるけど、このスカーレットあんまりなんか引き弱いもん、引き弱いな、やっぱこの赤色と相性悪いね俺マジマジ青の方だ、うん、マジ赤ん時ほんまにこうへんねんな。おー、目黒子、もうちょっとスペシャルアートの枚数増やしてほしいよな、出なさすぎてさ、ワンカードに4枚ぐらい入れとってほしいもんな、うん、おっ、びっくりした、ないとダブルやったわ、こいつのスペシャルアート欲しいな、うん、俺もなんか気づいたらそこそこポケモンに詳しくなっとるもんなポケモンカードのこと毎日考えとったらちょっとずつちょっとずつね、なんかね、知識がついてくるっていう面白いもんで、1年後ぐらいにはめちゃくちゃ詳しくなっとんちゃうかなっていう。ボタンボタン欲しい、やっぱ好きこそものの上手なれって言うけどさ、好きになった時のエネルギーってすごいわ人が、シャッ、おり、俺もうポケカ好きやからさ、やっぱとにかくカードが好きやったから、もう元から、子供の頃から、うん、子供の頃からカードが大好きやったから、大人になっても消えへんな、いらっしゃい、それって、おお、偉大な牙、また偉大な牙か、これってのは結局ドンファンの進化系みたいなことな、こいつは、まあ、そりゃそうか、どうなんや、めっちゃドンファン似てない、てかもうドンファンじゃないこれほとんど、いやもうドンファン、うん、これ絶対そういうことやんな、多分ドンファンの進化系ってことだろ、名前めっちゃ変わってるけど、おえおお来た、えこの車両だ、え何これスペシャル、うわー、そっちのやつね、こんな嫌い、うん、こんな嫌いな光り方やったっけ、光らさんなマジで、バビューのさすがに当たらんか、ラスト3パック、うん、ペラーと当たらんかさすがに、くそはぁ、SP 行ってくれ、頼むぞスペシャル、頼むよマジで、あーラストラスト、オールバック、ここだったらもうきついです、き
来てくれ。こういう時奇跡起きひんから大体なし。はい、なかったということで、ガラガラで色の下品ゲットしたんですけど、10万円分ぐらい買って、大体販売価格でいうと4万円分ぐらいが出たという結果になりました。まあ俺ら金賞がなかったんでね、金賞がもう出ちゃってたんで、金賞が出てたら有利とかで3万ぐらいするんで、また話全然変わってくるんですけど、うん、今回も金賞も銀賞も全部取られちゃってたんで、まあ、そこ運悪かったかなっていう感じです。まあ、またね、トレカーさんってあのガラガラやってたら、次はもっと 早めの段階で金とか残ってる時に引けたらなと思います。だからまあとりあえずコレクションとしてはこの10点のお嬢様、これが加わったと。まあ、これでかいですけどね、正直。いやまあでかい、まあ、10点なんで結局ね、まあなんか可愛いでしょそれだけでも。俺これ2枚目かな、10点のカード。お嬢様にもう1枚落ちた気するけど、ちょっと忘れました。はい、こんな感じでどんどんカード集めていこうと思ってるんで、楽しみにしててください。じゃあ終わります。ありがとうございました。